お世話になってます。横浜市緑区の植木屋中島です。本日はですね、しだれもみじの剪定をしたいと思います。しだれもみじですが、こんな感じに枝が上から下に垂れているもみじになります。カミキリムシの被害に遭った植木として以前の動画に登場してもらっています。しだれもみじですが、上に向かって伸びるもみじと比べて枝がガンガン生えてくることはありません。ちょっと伸びが弱いんです。上に向かって伸びるもみじは透かし剪定で爽やかな感じを出すことが可能です。一方、しだれもみじの美しさを出すために必要なものは枝の長さ、葉の多さなどになりますので、同じような透かし剪定をしてしまうと必要なボリューム感を出すことができなくなります。つまり同じもみじですが、伸び方、生え方が違うので切り方も全く異なるということです。ですので、しだれもみじは切りすぎに注意です。剪定時期ですが、落葉する冬がおすすめです。葉がないので切った前後が分かりづらいのですが、木にダメージが少ないです。逆に夏場はあまり切ってしまうと、もみじが枯れてしまうケースがあるので要注意です。次に切る時のポイント、3つほど紹介します。しだれもみじの剪定ですが、上向きの枝を残す切り方をします。上向きの枝というのはこれですね。もし、しだれもみじの長さを短くしたいとき、今長さがこうなって、枝が今こうなっていると思いますが、これを短くしたいとき、この上向きの枝を残すためにここでカットをします。現在、この上向きの枝なんですが、ちょっと上向きでまっすぐに見えるかもしれないんですが、もう少し長くなるとですね、こちらの枝のように、こっちもそうなんですけど、どんどん長くなっていると下に垂れてきますので、ご安心ください。ですので、この伸ばそうと考えている枝がどう垂れてくるかを予想して、枝を切ることがとても大切になってきます。あとですね、こういうふうな変な伸び方をしている枝が、ところどころ出てくると思うんですが、こういう場合はですね、他の枝とぶつかってしまっているので、根元からカットするか一節目で切ってください。伸ばしていってもいいことがありません。はい、次にですね、木の周りがすべてしだれていますと、どうしても傘だったりキノコのように重い感じがします。そのため部分的に中の幹や枝ぶり、ここですね、が見えることがとても大事です。葉が密集しているブロック、こちらとこちらのブロックがあると思いますが、そのブロックとブロックの間に空間をメリハリ、上のブロックもあると思いますが、ちゃんと作って、やることがとても大切です。先ほどの補足説明になります。これが理想的なしだれもみじの枝ぶりと考えてください。葉が立派にしだれつつも中の幹や枝がしっかり見えます。これを目指していきたいです。はい、最後にですが、しだれている美しさに必要なものとしてボリューム感の話をしましたが、そのためしだれもみじは通常の剪定では切ってしまうような内側に戻ってきてしまっている枝、こういうやつですね、こういう枝も残すケースがあります。他の枝と重なって伸びてしまっている枝、これですね、こういうのはいらないので切ってしまいます。先ほどの補足説明です。この写真の通り内側に戻る枝と幹との距離がかなりあります。そのため内側に戻る枝を切ると横から見るとスカスカになるので残さなくてはいけません。
というわけで剪定がすべて終了いたしました。葉がないのでビフォーアフターが全体像で写すとちょっと分かりづらいので、写真で部分的に撮ったものがあるので、そちらをご覧ください。最初にもお話しした通り、ズバズバ切る植物ではないので、写真の前後でも違いが若干分かりづらいのですが、このとても地味な作業が、春から新しい葉をきれいに生やすのにとても重要な作業になります。今回の動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。